どうも皆さんこんにちは、おじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。私は30代フリーター、ただいまリゾートバイトで箱根にお邪魔しております。そんな私の日常をお送りしているチャンネルでございます。ちょっとでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価低評価、辛辣なご意見コメント質問何でもお待ちしております。ということで今日は土曜の丑の日、私はうなぎを食べる。大好物のうなぎ、食べ物の中で一番大好きなうなぎ、それを夜のスーパーでゲットしてきた。うなぎ飯199円、うなぎが199円、なんて安さだ、半額。そしてほうれん草も大好きな私は白和えを買った、106円、めちゃめちゃ安い、なんて贅沢なんだ。いやー、うなぎ、うな重と言ったら3000円2000円とかしちゃいますよね。それをなんと200円食べられる。いや、分厚いあのうなぎ、切りたて焼きたてのあのうな重ではないけど、仕方ない、今は贅沢できる身分じゃない。箱根の近くにうなぎのお店があるんですよ。一食多分ほんと3000円ぐらいなんですけど、それは仕事をちゃんとやりきった時、自分へのご褒美で食べようと思ってます。今日はこれだ。これも十分絶対うまい、漬物うま。今日はちょっとまったり、今夜の10時ぐらいなんですけど、今日はまあ仕事が休みで6連勤だったんですけど、今日は久々の休みでした。最近 YouTube をちゃんと動画投稿できてなくて、ほんと反省してるんですけど、本当にすいません。うなぎうまい、やっぱうなぎうまい、最高だ。夜の10時にこの量のうなぎご飯は腹にきそうだけど、仕方ないよな。今日は土曜の丑の日だ、仕方ない。白あえもいただきます。おいしい。動画投稿頑張ろう、頑張る私。うなぎも食べてエネルギーも充電して、皆様からのコメント動画たくさんいただいてて、頑張らなきゃって思うんです。頑張ろう。ちなみにパチンコは行かずに我慢ができています。偉いぞ私。そして PS5 はなんと抽選20連敗中です。正直メルカリインストールして転売屋から買っちゃおうかなぐらいの気持ちになってます。やっぱりね、高いんですよ。PS5 の定価は5万5000円ぐらいです。メルカリとか見ると、もう平気で9万円とか、ひどかったら10万円のものとかあります。まあ、安くても8万円とか、そのぐらいになってしまいますね。定価より2万5000円ぐらい高い。うなぎうまい。白あえとうなぎ飯合わせても約300円と少し。ありえんコスパ。あっという間に完食。めちゃめちゃうまい。大満足。ということで今日は土曜の丑の日の私の少しの近況報告をお届けしました。今日も皆様一日お疲れ様でした。ここまでご視聴本当にいただいてありがとうございます。明日も良い一日を。じゃあね。